これ汚れでもなく WC ワークス TV。 いつも WC ワークス TV ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。 Hi guys, it's WC. Thanks for watching my video. このチャンネルでは誰にでも簡単に車をきれいに切る方法やコツをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いします。行くぞ。ニューウェブ予選ウエストカー。はい、ということで前回の動画で13年間お世話になったワゴン R をきれいにしましたという動画をお送りしました。で今回はその続きというか、その動画の中でお見せすることもできたんですけど、これは改めて別の一本の動画でね、見ていただきたい部分、紹介したい部分があったので、ちょっと今回、別撮りでね一本撮ってます。やるじゃないか。じゃあ早速その部分を見ていただきたいと思います。いくぞ。 Let's get started。 はい、こちらですね、ワゴン R のルーフなんですけど、わかりますかね、これね、ここ、そこ、あとこの真ん中ら辺もね、これも、そこ、これは強敵だな。これ汚れでもなく、コンパウンドが残ってるわけでもなく、ここですね、そこ、もうほぼほぼクリアがねないんですよね、薄くなってる。なのでもうクリアがほぼほぼ残ってないんで、多分もうこの下もダメージを受けて、もう若干色が剥げてきてるという状態なんですね。まあ、この辺もそうですが、ここもね。そこ。でまあこれ13年落ちの車で、で黒でしょ、でほぼほぼ青空駐車なんですよね。なんでこう、まあ蓄積されたダメージはあるでしょうし、まあ、僕磨いたの多分3、4回かな磨いてるんですけどね、っていうのもあって薄くなったのもあるし、これ今こう剥げてきてるのを見ると、全部ねこのルーフの R にねなってる部分なんですよね。なんでやっぱこういうところはね、弱いんだなっていうのを改めて思いましたし、以前僕その無理やりね磨きすぎて塗装飛ばすとこうなりますっていうのをやったんですけど、これがこうもう自然に自然にこう薄くなってきた状態ですよね、っていうのは多分今までねお見せしたことがなかったので、今回ねちょうどいい機会かなと思ってこの動画を撮影しております。よろしく頼む。なので、まあ、もしですねご自分の車塗装がこういう状態になってきたらですね、もうクリア限界通り過ぎていますので、もう磨いたりっていうことはせずに、もう塗装するなりね、買い替えるなり、何かこう別の方法をね検討された方がいいかなと思います。なので、この車ね実はねルーフスポットがすごいんですけど、もうこの状態ですから、ここがもうルーフの他の部分もね当然もうほぼほぼ残ってないような状態なんで、あまりこう攻めれないんですよね。なんでこうこんな感じでねスポット残ってるのがわかるかなと思いますが、まあもうこれはねもうしょうがないですよ。うん、逆に今までよく頑張ってくれたなって感じですね。もうこの辺なんかねもう食われちゃってますからね、指紋がすごい。はい、いかがだったでしょうか。今回は磨いてねこう飛ばしてしまったとかではなく、ある程度こう自然にね、経年劣化してクリアが薄くなって塗装が剥げかけているね車の状態をお見せできたかなと思います。あれがどんどんこう進むと、ホンダのね赤とかでも多いんですけど、こうバカって剥がれてね、剥げて、でこうわーってクリアが剥がれたのが広がってっていう状態にねなると思います。はい、なのでね先ほどもお話ししましたが、さっきみたいなね、状態になってきた場合はもう磨いたりっていうのはせずに、磨き以外の対策を施された方がいいかなと思います。よろしくお願いします。ということで、今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。ご質問やお問い合わせ等は SNS の方からでも受付しておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画で
お会いしましょう。さよなら。で早速見ていただきたコンパウンドが残ってる。でも自然に、ある程度再塗装、間違えた。